年金問題や増税、老後資金や相続などお金にまつわる心配事は尽きません。貯金、生命保険、株、不動産など資産運用やライフプランは難しくて何がいいかわからない。そんな悩みを抱えた7名の女性アナウンサーへ、資産形成のプロアゼストグループが人生の A から Z までズバッと解決いたします。今回相談に来たのは、知識はないけど親戚のおばさんから保険を勧められ老後対策バッチリだからと説得された小田アナ。でもその年金保険結構高そうだけど大丈夫なんでしょうか。こんにちは、小田結衣と申します。こんにちは、アゼストの岩間と申します。よろしくお願いします。私、親戚のおばさんに保険に加入すれば老後対策は大丈夫だって言われたんです。それで加入してみたものの、その分結構保険料が高くて。ああ、なるほど。ちなみに大体おいくらぐらいのお支払いになってらっしゃいますか。なるほど、月々5万円ですね。で、60歳までの払い込みで、65歳から80歳まで月々12万円ももらえるんですね。やっぱり30歳より前にお始めだったからの条件ですね。ちょっと内緒で教えたのに言っちゃってるじゃないですか。はい、まあ、ただいくつか弱点もありますね。例えばまず80歳以降の手当がないという点と、その重いとおっしゃっていた保険料の負担の部分、それとインフレに対するリスクの点ですね。お任せにしてたからこそそんな弱点があったんですね。そうなんですよ。生命保険のメリットは金額と期間が約束されているというところなんですね。不動産の場合、10年後の相場というのはお約束できる商品ではないので、その点では生命保険の方に軍配が上がるんですが、不動産の場合家賃収入というのは物価に合わせてずっと入ってきますから、うまく保険と組み合わせていただければというふうに思います。なるほど、それっていいかも。具体的にはその思い出おっしゃっていた保険料を少し抑えて、浮いた分でマンションの運用をスタートといった具合ですね。そうすれば死亡保障も、長生きのリスクも、カバーしながら、月々のお支払いは変えずにですね、インフレにも柔軟に対応していただけると、こういった具合です。そんな方法があったんですね。ちょっと欲しくなってきたかも。本当です。私にぴったりの物件ってありますか。はい、ありがとうございます。そんな小田さんにはこちらの物件はいかがでしょうか。ありがとうございます。もう少し詳しく聞いてみたいです。ありがとうございます。詳しい物件の情報に関しては YouTube の方に公開しておりますので、ぜひご検討してみてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。アゼストグループでは木造一棟アパートから R シーズを分譲マンションの企画、設計、販売、資産運用のお手伝いから、オーナー様の手を煩わせない全面的な賃貸管理業務代行まで、不動産投資に関わる全てをワンストップサービスで提供しています。またマンション経営、アパート経営の相談や不動産投資セミナーを開催し、北町から都心部に至るまで様々なエリアでオーナー様の資産形成をサポートしています。